九州新幹線長崎ルート問題のシリーズ企画ですフル企画整備の場合の佐賀県の負担軽減策を試算していく方針の与党佐賀テレビの単独インタビューでその気になればほぼゼロにもできるという発言も飛び出しましたその真意とは鹿児島本線などの在来線と山陽新幹線も乗り入れする小倉駅 この小倉の街を地盤とする政治家、長崎ルート問題のキーマンに話を聞きます。自民党の山本幸三衆議院議員、経済財政政策に長けるベテラン議員で、与党整備新幹線プロジェクトチーム、長崎ルート検討委員会の委員長を務めています。新幹線とは、新幹線政策とは、 そそもそもどうまあ国のね、えー、その交通体系の中の重要な要素を占めるあの極めて基本的なインフラだと思いますしたがってこれは全国的に、えー、そのルートを張り巡らしてね全国民が享受できるそういうものでなければ意味がないというふうに思ってます。 新都市竹尾温泉館についてフル企画整備が適当だとする方針を決めていましたフル企画に反対する佐賀県は今年6月から国交省との協議を始めましたが議論は平行線が続いています極めて停滞していて残念なことだと思います私は去年の1月に知事のところに一人で行ってね そして知事に直接フルゲージができなくなったんで申し訳ないと、ミニかフルで考えてもらうしかないので、一つよろしくということを直接伝えて、その時はそういう話ですかと、フルを前提にはできないと今頃言ってるってうんですけど、私はこれは政治家としては、大変残念な姿じゃないかなと思いますね。大変無責任だし、主催性がないと言わざるを得ないとい、うふうに思ってます。 与党検討委員会は先月二十日、新都市武雄温泉館をフル企画で整備する場合の佐賀県の建設費の負担について、軽減する方策を検討し、試算していくと明らかにしました。ブリゲージがだめになったということを含めれば、やっぱりそれは国の方にもある程度の責任あるんだから、じゃあ、どれだけ軽減できるかということを考えるじゃないかと。国交省は。 古規格整備の場合の建設費を総額6,200億円とし、そのうち佐賀県の負担分を660億円程度とする試算を示しています。JAL 九州の貸付料ってのがあるんですけど、まあ今30年で見てるわけですね。まあこれをお50年なり60年に伸ばせばあ、その分だけ貸付料が入ってきますので。 これは JR 九州にある程度その負担を覚悟してもらわなきゃいけないので JR 九州の納得がいりますけどもこれが一つ。地方方税の考え方でそのの地方の財,源あの財政状況に応じて50か70、ま、でできるるという幅があるんでですねできれば70%、ま、でギリギリまでねできないかというようなことの工夫ができるかどうかこれはまあ総務省と相当や,りやらなきゃいけないんですけどもその辺の可能性を探ってみようと。 建設費の総額から差し引かれる JR からの貸し付け料、または国からの地方交付税を拡大するという2つの方策国交省の資産の計算式に単純に当てはめると佐賀県の負担額は350億円や450億円程度という数字も出てきます。資産をされていく中で どれぐらいの数字までっていう、なんか念頭にあるところが今、わりとしたらどうないでしょうかそんなものはないよ、山本氏は、試案として、さらなる軽減策に言及します。これはもう私一人の試案なんですけれど、いや、本当にお金が出したくないんだったら、ただでもできますよと。 長分のところを民間資金をバッと使って、そしてやれば県の負担なんか考え方によってはほぼゼロに近いことができますよと。で、実はそれ民間の資金を出してもいいというところも私は見つけた。投資してもね。しか、そのためには債券が本気になって、特別目的会社を作って、そこにお金を出してもらうとか、そういうことは仕組まなきゃいけないので。だから県がもう本気にならないと、それはできないんだけど。だけど、その気になればできますよと。 山本氏は来年、通常国会が始まる頃から省庁とやり取りしながら与党内で本格的に軽減策を議論していくと話しました新幹線の事業費は先行きが見通せずどうなるのかも予見できないものでありまして新都市、竹温泉間につきましてもお、まあ、少なくとも1000億単位で巨額な上振れをする外然外然性が高く、 北陸新幹線では先月トンネルの地盤でひび割れが見つかるなどして金沢鶴ヶ間の建設費がおよそ2600億円増えました。資産の元となる建設費自体の上振れも懸念されます。確かにあのこれまで時間を置けばことあの想定外の費用がかかってあの増えたのありますけど。 だけど、新都市、武雄の間は、そんなにあのめちゃくちゃな山岳地帯を通るわけじゃないし、平坦なところでやるので、それほど僕は無茶にね、膨れ上がるような話じゃないと思いますけどね。費用負担とともに懸念される、並行在来線の扱いについても聞きました。これはやっぱり佐賀県の懸念というのはあの、妥当だと思うし。従来来の平行在来線 の議論とはちょっと違うと思うんですね。JR もフルでやりたいだったら鉄鋼在来線で最大限の考慮をしなきゃできないよと、えー、早くどれだけできるんだっていうものを詰めろというふうにあの言ってますけどね。佐賀県民に対してあのこの問題についてどのように伝えたいと思いますか。あのまああのこれまでのいろんな経緯から見て佐賀県内で。 まあ反対意見もあったというのはよく分かりますしそういう反論もあるんだろうなと思いますただ長い目で見て佐賀県のその振興なりね地方創生はどう考えるかとしたらどうしたってやっぱり全国に繋がる古の新幹線ルートがないと将来姿勢はあり得ないんじゃないかと思うのでそこはよくね考えてもらいたいなとそのためには我々は ああその負担をねどれだけ軽減できるかについてはこれは真剣に考えたいと思いますのでね佐賀県の費用負担を軽減する方策というのがいくつかあるということだと思いますただ建設費自体が上振れする懸念がある中で佐賀県の財政負担をどうするのかそしてもう一つは並行在来線の問題をどうするのかこのあたりについて具体的にはっきりとした提示がないと なかなか佐賀県民としては、判断がしづらいですよね、うん、そうですねあの、フル規格を主張する政府・与党などの関係者には、今後、具体性を持った条件の提示というのが求められてくると思います。